パパ、いつもいつも子供たちが喜ぶ料理、本当にありがとう。今日も美点発見、佐藤康之先生の始めていきたいと思います。こんなに美味しそうなコーンをハケを塗って、焼きそばもたっぷり作ってくれました。野菜ももりもりです。自信作かな？パパ、いつもありがとう。子供たちもパパがいるとニコニコ元気だよ、うん、今日はパパの美点発見です。毎日毎日たくさん遊んでくれるパパ、本当にありがとう。時間命を使ってくれてありがとう。長生きしてね。パパは本当に体力が満点。自転車何時間こいても疲れないぐらいだけど、夜になったらパタン級だよね。でも本当に嬉しいから、今日はママもごちそうを作りました。こんな素敵なごちそうがたくさん作れてありがたいね。おいしいと言ってくれる息子たちにもありがとう。食べたかな、うん、美味しかったかな、うん、ありがとう。愛情たっぷりのじゃがいも、お肉、豚肉と、またキノコも入ってるな。キノコ、ハルくんの大好きなキノコ、キノコと玉ねぎ、おしょうできた。完成です。美味しそう。肉じゃがだよ。さあさあどうぞ、いただきます。今日のランチです。まだ台風は来てませんねって。今日のランチ美味しく食べようって。いただきますって。美味しいかな？うん。どんな味？きのこ大好きやもんね。うん。ふふふ。おい。あ、おかわりするの？うん、ありがとね。じゃあ今からおかわりを盛り付けまーす。じゃあたくさん食べてねー。バイバーイ。バイバーイ。